ね、ジロー、保健室でしたのってこういうこと？自分だけ先に大人になっちゃったの？やだよ、置いてかないで。私ね、ちゃんとジロの恋応援するから、お嫁さんの間だけ待ってて、お願いジロー。だって腕が。はぁ、なんで隣で寝てんの？いや、なんで服着てねえんだよ。おはようジロー。どうしたの？おはようってば。はあ、聞きたいことは山ほどあっけど、とりあえず着替えてきてくれ。ジローが脱がせたのに。私のことあんなにしたくせに。いやー、あんなにした、しちゃったってこと？行くとこまで行っちゃったってこと？待って、俺もう童貞じゃないの？は、知らないっつの、そんなの。う、そ、痛い桜坂さんがいるの知っててやるわけないじゃん。初めてが好きでもない女の子で嫌だったとか、なんでそう言わないの？ジローなんて大嫌い。